どうもどうも、こじまっちと思わせての箱島です。へへー、というわけで今日はですね、こちらのねキューブになってからね進む帯をやっていこうかと思います。よろしくお願いします。箱です。よし、行くぞ。まずチュートリアルの簡単な、何これ。これがよくわからんけど、お、ひっくり返った。前ですね、玉になったじゃないですか、玉島ってやつがあるんですけども、見てない人はね、ぜひ見てみてください。お、水の中押したらダメなのか。玉の時はね、転がってすごい大変だったけどさ、これ四角は簡単じゃね？あれ？あ、エレベーターだ、エレベーター。エレベーターになってる。あ、急に、なんか潰れてる人いるけど大丈夫か？よし、ほい、ぴょんよーん。ひひ。何これ？今の何ですか？お、ちょ、早い早い早い。お、入ってたー。あ、これ赤いのに入っちゃダメなパターンです。よいしょっと。よし。あれ？刺さってますけど、こじまっち。ほい。ほい。ほい。あ、体力ちょっと減ったね。というわけで、チュートリア終了。今からが本番ですね。よーし、やっていくじゃーん。かわいい。ゲームはですね、概要欄に貼っておきますので、そこから遊べますよ。で、ステージの難易度が何個かありますけども、今ですね、このシンプルなスタート、これしかできないね。じゃあやっていくか。シンプルとか余裕やろ。え、これ、落ちないじゃん。簡単すぎん？簡単すぎん？ちょっと。こじまち舐めすぎじゃない？ペロペロしすぎじゃない？お、ちょっと段差、これ段差登りづらいな。はい。ヒュー、スー、コロ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 、転がらない。滑っていく。あー、逆になった。あー、顔が痛い。顔が痛い。これの簡単かな。じゃあちょっと飛ばしますか。はい、ちょっと難しくなってきたと思います。ほらね、難しそうじゃない。で、四角だけどさ、ちょっと転がるんですよ。転がるっていうか滑るかな。シューッと滑っちゃうので、よいしょと。はい、そこが注意事項ですね。あら、段差がある。え、あ、でも段差落ちても大丈夫そうですよね。あ、二段ジャンプできるじゃん、箱ちゃん。今さらそんなチュートリアルやってない。うー、なになになに、早い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 。ボホッ、あ、別に当たってもいいんかい。当たってもいいんかい。へん、シュンシュン。ほらほら、すごくない？転がっていく。あ、ちょっと難しそう。え、あ、始まった始まった。何これ、狭い。いけいけ。うー、見づらいよ見づらいよ。こっちかこっちかこっちか、こうかこうか。よし、いけた。赤いやつはダメージ入るやつですね。でも一発でやられるわけじゃないから優しいですね。優しめの OB なんて。これ壁ダメなやつじゃん。キューン、シューン、シューン。まあ、丁寧に行けばいけますね。はい、キューン、ピューン。二段ジャンプ。あ、近道。失敗。近道したらダメなんですか？そうなんですね。あ、床がちょっと動いてるけど、まあ大丈夫。ピューン、下。そして、ゴロゴロ転がって見えない。全部青。こっちでいいのかい？こっちでよかった。よし。で、ちゃんとチェックポイント、これ光ってるのがあるので、ここちゃんとね、乗っていきましょう。よいしょ。よいしょ。これシンプルステージ何まであるんだろうね。30ぐらいかな。だったらまず、痛い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 。は、うわ、結構トイレ削れちゃったな。ひょっ。エレベーター。よし。あ、もしご終わる。あ、落ちる。あ、やばい。あと1回だったら終わりだ。ここだ。よーし、邪魔邪魔。イエーイ、ガール。というわけでシンプルエリアクリア。まあ簡単だったな。お、顔変えるのこれ。よし、帽子かぶれた。刺すな刺すな、帽子を刺すな。さあ、次のところはここですね。ベーシック、これが真ん中あたりですね。じゃあ難しくなったでしょう。こっちで、ひょーん。お、白白同士だと見づらいですね。あ、こういう時は顔の色変えたいね。見づらい。見えにくいです。でも、それでも小島ちは行く。ほい。ほい。ほい。ほら、ほら、ほい。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 簡単、簡単、簡単。こんな簡単。なんか冬っぽいな。雪が積もってるような、そんな感じに見えなくもない。あ、赤いやつだ。この赤いやつに触っちゃダメですよ。あ、当たってる。あってなります。あ、さっきのダメージ引き継いでたのか。なるほどね。そして、寝に来まして、寝に来まし。はい。はい。あれ、小島ち帽子あったあったと。帽子やっぱ転がるんですよね。
ブレーキになったりするわけじゃないのか、そっか。ってことはただのおしゃれアイテム。ゴリ押し、ほら。ちょっと待って、これじゃん。下手。純粋に小島家下手くそやった。はい。オッケー。え、階段か。階段もね、ちゃんとまっすぐ転がってくれれば早い。よしよしよし、斜めに転がると、最後のこの赤ちょっとびっくりした。あ、これまっすぐ行けばいいね。よし、ちょい、ヒュッ、あれ？ん？エレベーターとかじゃないの？あ、潰れる。潰れた今。あ、チャンス、よし。あ、かわいい。逆だけど、逆さまだけど。ほい。帽子が床に刺さってる。はい。じゃあ次行くぞ。どんどん行くぞ。へい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 。下。じゃあ赤いのが動いてるけど、これ一気に行けばよくない？赤い壁いっぱいあるね。おーおー。でもこの前やった玉よりかは簡単じゃない。玉転がるからね。おお、船。スーッと行ってぴょいーん。そしてこれ近道。これピンクはなんだ？あー、当たってもダメージにはならない、ただのトイシェンボ。あー、 RTA する人にとっては邪魔っていうことですね。ん、あ、なんか綺麗。すっげーぶつかるじゃん。よいしょ、へいへいへい、ほいほいほい、ヒューン、おいってー。うお、入った。次こっちー。これ難しいぞ。微妙にカーブ難しいな。ちょっと丁寧に行くか。こう行って、こう行って。ま、これ四角だからさ、なんか斜めに動くの難しいな。あ、ここいいんじゃない？楽しそう。行きます。ちょー、落ちるー。え、どこから？あ、こっからね。ぴょーん、届かないんですけど。行きます。ぴょーん、これカーブがあるときに落ちやすいけど、なんとかなった。オッケー、よし。もうそろそろゴールじゃないかな。よし、痛い。普通に当たった、普通に当たった。はい、ゴール。オッケー、ゴール。じゃあ簡単だったな。どや、動き方なんか面白いな。ヒューン、はーい、といったところでこういったゲームでございました。ゲームのリンクは概要欄に貼っておきます。ぜひ遊んでみてください。難易度はそんな難しくないかなと思いますので、それではまた別のゲームでお会いしましょう。おすすめマップあったらね、コメントしとってみてください。ではならねー。